白い巨頭白い巨頭の登場人物、東ず蔵東造蔵は、小説、ドラマ、白い巨頭に登場する架空の人物。東都大学医学部医学科卒業。何和大学医学部第一外科教授、呼吸器外科専攻。62歳。父親も落北大学附属病院長を務めた、医学者で、代々学者の家に生まれる。家族は、妻の政子 娘のサエコ。息子もおり、同じ医者としての道を歩ませようとしたが、無理な勉強と戦時中の食糧不足により、溶接したという設定。2003年版では登山中に、事故死したという設定。東都大学医学部卒業。呼吸器外科のケニー。何は大学医学部第一内科教授、医学部長のうか教授からの紹介もあり、東都大学で、教授の椅子を逃した。 挫折感を味わいつつ、何和大学教授に着任した。学級肌であり、手術の腕は財前に及ばない。鵜飼とは互いに立て合いながら中央艦長と接触を重ね、付属病院新館の建築に奔走。しかし、東の公認教授をめぐって、鵜飼は財前を指示、田元を分かつことになる。財前五郎、里見修二の死に当たる。しかし、 自分の不在中に雑誌の取材を受けるなど、自分をないがしろにする助教授、財前の傲慢な性格を非常に嫌った。このため財前との関係は日増しに悪化するが、この件については、財前の振る舞いが、東の高潔な性格、教授としての教授、また財前への複雑な嫉妬にも似た感情を大いに、逆なでしたことが要因となっていた。 財前への後継指名回避を決意した東は、東都大学の後輩にあたる、東都大学第二外科主任教授セ備徹に、公認教授の推薦を打診、推薦された、和な学級肌である、金沢大学教授、菊川昇を公認教授候補とする。これは、現在独身の菊川は娘、佐江子の配偶者としても最適であると考えた。 妻の政子の進言によるところもある。財前を排除し、娘婿とした菊川を、自らの公認教授に迎えることが叶えば、退官後も第一下科に、菊川を通して、影響力を行使できる可能性を、東は察知していた。さらに、教授選挙への工作のため、東は、第二下科教授、今津に内を打ち明け、菊川支持を取り付けるとともに、教授会工作を依頼。 今津は、財前の学位取得前の死で、財前を心よく思わない、病理学、大河内教授に、東のないまた、財前の傲慢な言動を伝え、間接的ではあるが大河内教授の先行委員、立候補、そして委員長就任を促す。書類審査の結果、財前、菊川と、財前の前任助教授である、徳島大学、葛西が候補として残る。投票の際、 東は、二人の相手氏が骨肉症をはむのを見るのは、忍びないと、名台詞を吐いて退席。これは、現教授の東から、公認教授として推薦されない財前に対する、同情票を封じるための大芝居であったが、開票の結果、票は割れ、財前、菊川の上位2名での決戦投票になる。結果は2票差で、財前が勝利。利害関係。 思惑が工作する教授選挙に際して、慣れない、政治工作にまで手を染めた東の奮闘は身を結ぶ、ことなく、東は昇進のままに退官する。退官後は、近畿労災病院院長に天下り。財前が酷訴されると、里見修二や関口人氏からの依頼を受け、一審では、東北大学名誉教授の一眼直文二審では、 関東医科大学助教授の正木徹を紹介した。なお、原作には、控訴審の初公判を傍聴するという内容が記述されている。1978年版自宅を訪れた関口に、今回の裁判は、間接的に自分にも責任があると述べて、一丸と正木を紹介こそしたものの、自身は正子からの猛反発もあり、 裁判への出廷や傍聴は一度も行わなかった。依頼を受けた正木も、佐々木側の鑑定依頼を引き受けぬよう財前側から圧力を受けたが、この圧力に屈せず控訴審で佐々木側の鑑定医として出廷するというストーリーになっている。2003年版、里見修二に財前五郎が自分の体幹日に佐々木洋平の手術を行っていたことを聞き、 関口に官邸医として、正木を紹介するが、一度官邸医を受諾したはずの、正木が、財前側の工作によって辞退し、さらに戦備が、財前側に寝返ったことで、自ら出廷を決意。証言の際に財前との確執について、厳しく問い詰められながらも、教え子の誤りは、自分の誤りとして、その責任を取るため委員長辞職を表明する。 といったストーリーになっている。また2003年版では娘、サ子と共に、第二審の判決を傍聴している。2019年版第一審、高祖審ともに傍聴していない。また、一眼や正木を紹介する展開も描かれない。財前五郎が胃願で倒れると、財前に依頼された、里見修司の頼みと説得により、財前への恩衆を捨て、手術を執刀するの。 肝臓にまで癌が転移しており、切除が不能であった。他に、様々な対案が提案されたが、どれも腰体が増悪を引き起こすデメリットが大きかった。ため、体力の温存を考えて何も施せず縫合した。直後に、里美が 5FU の使用を提案した時には当初は、反対していたが、最終的に、里美の熱意に押されて、これを認め、結果迂回も了承した。 術後はしばし往診し、近畿労災病院の仕事があるのに、わざわざ往診するのを恐縮する財前に対して、医者が出頭した患者を往診するのは当然のことで、あって、別に恐縮することはないと悟した。2003年版では、財前の衆徒であるマタイチが、末期癌の告知を待ってほしいと頼んだ際は、家内と共に最後まで反対したが、迂回の決定で観光令が敷かれる。 王診に赴いた際に、抗がん剤投与に疑問を抱いた、財前の質問に対して、肺がんは油断ならないから、プラチナベースの抗がん剤を、きちんと投与した方が良いと説明し、素直に聞き入れた財前に感心していた。財前が、王断から、真の病状に気づいた際には、医師団の教授と共に鵜飼教授により招集される。鵜飼が財前への告知を渋る中、 財前君ほどの臨床医を騙し合せるのは無理だし、騙したまま死なせるには忍びないから、本来なら、財前君には、切除不能の癌だと告知した上で死んでもらうべきだろう。しかし、もし私自身が癌で倒れた時、一人の人間として、死期を予知してもらった方が良いかどうかは、自信を持っては答えられない、と語り、死期が定まっている癌を前にして、人間としての弱さを見せた。 また、鵜飼から、財前の指揮を問われ、公認教授の推薦を依頼されると、自分の弟子である財前すら使い捨てにしようとする、鵜飼に、財前君はまだ生きていますと怒りを炉にした。そして、既得に陥った、財前の最後の脈を取った。なお、1978年版では、東では泣く女教授の金井達夫が、最後の脈を取った。二千三年版では、 里見の来訪を待っていたかのように意識を取り戻した、財前にステロイドの投与を告げるが、上ごとで、里見に話しかける彼を見て躊躇する。最後の脈を取るシーンはなく、代わりに退出しようとのまた一の提案に応じ、最後まで退出を渋った、うかいらを促した後、最後に退出、病室の扉を閉じた。2019年版は、財前が里見により、 水臓癌であることを告知された後、里見と向かいの頼みを受け入れ、執刀する。しかし、財前の水臓癌は、腹膜発腫を起こしており、手の施しようがない状態になっていた。助手として立ち会った、加内や佃に手術を断念するよう説得され、東はこれを受け入れる。術後の財前はすべてを悟っており、東は包み隠さず、真実を話す。それでも、 財前は恨み事を決して口にせず、ありがとうございましたと東に感謝する。さらに、毎日診察に来ると伝えると、財前は、嫉妬してくれた医師が見てくれると、こんな気持ちになるんですね。ほっとします。初めてわかりました。と患者の立場に立った心境を述べた。その後財前は、水臓癌に起因する、脳梗塞を併発。原作同様、東が、 最後の脈を取り、涙ながらに臨終を告げた。なお、住所は、原作では、芦屋川沿いの住宅地で、これは、財前の自宅のある宿川と同じ沿線の近くである。ありがとうございます。